今日もシステム操するナレッジアーマードです。今回はお伊勢参りということで、なかなか渋いテーマですね。こちらを久留米市とお話ししてまいります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お伊勢参り行ってきたらしいじゃないですか。そうなんです。おー、すごいね。なんだろう、そもそものあれなんですけど、お伊勢参りっていうのはなんでみんな日本人はするんですかね。お伊勢参り、伊勢の神宮ですよね。伊勢の神宮ですね。伊勢神宮、伊勢神宮には天照大神様が祀されている。そうですね。すなわち天皇の始祖ですね。天皇の祖先。そうですね。そうですね。天孫降臨、あれなんだね。国つかみと天つかみっていうのがいて、で国つかみっていうのがもともといた土着の神様なんですが、渡来してきた天つかみっていうのの、中の、総大将というか、それが天照大神ということですね。これが古事記日本書紀だと、そうなんですよね。実際のところこれが結構その辺、日本書紀とかっていうのは作りが多くてですね。天照大神ってもともとは男の神様だったんですね。あ、そうなんですね。女の人のイメージあるけどね。日本書紀ができた時に、合わせて女神様にしたんですよね。そうらしいですよ。もともと天照大神様っていうのは大宮神社とかあるじゃないですか。奈良県に、山自体が神体とされて、あそこで金平さんね、琴平ですね。西日本に多い大都市の神様、都市神様っていうのは本来の天照とされていた神様。千と千尋の神隠し、白の本名が右早です。琥珀主。右早見っていうのが、右早日っていう神様から来てる。その右早日っていう神様こそが実は元々の天照らす。そうなの。そうなんですよ。右次郎命が伝承してくる時、その前に元々先に来ていた天皇がいたって、話があるんですよね。実際それっていうのはでも主説ではないわけでしょ。神社の伝承を見ていくとあるんですよね。ただその歴史学の分野では、神社伝承っていうのは採用されないんですよね。なるほど。この神社っていうのは、宮津天橋立とかあるんですけど、くるりのピアーそうザ・ピアーの天橋立ですね。この神社ですね、系図が平成に入ってすぐだったのかな。初めて公開されたんですよ。平成になると、
で公開されてすぐに国宝に指定されたんですよ、うん、そういうのを見ると書いてある。あーそっか、そういった開示されてないあれがあるってことですね、情報が、うん、なんかそうなんです。あそう、まあまあまあ、うん、まあ、それでまあそういう感じなんですけど、まあ結局そういったあまあ日本の神様の総元締めがお伊勢にあるということで、まあ久留米市行ってきたわけですね。行ってきたわけですよ。あ、これ初めて行ったの？初めてですね。あ、そう、俺行ったことないんだよね。やっぱり日本人はお伊勢周り行かなきゃダメなんだろうな。あーめっちゃいいことですね、素晴らしい感じになって、うん、それからもう私はもう神社といえばもうあの氷川神社しか行ってませんので氷川神社といえばスサノオの御事ですねスサノオっていうのはもうまさに、うん、なんていうんですかね、その右早い日の父さんなんです。あーそう、ああそう、日本の歴史が動き出すのは出雲二三が生まれてからといいますね。あそれまでこう縄文時代的な中での歴史らしい歴史っていうのが、まあ、生まれる余地がないといいます。あ日本初期時代、結局日本初期が一番古いあれだった聖典というかなのか、うん、歴史書としてはそうなんですよね。あ今残ってる中では、そもそも日本書紀っていうのはどこから出てきたものなんだろうね。なんかなんだろうね、どういった、流れでこう日本書紀がこれが正しいってなったのか、その辺も分かんないんだよね。日本書紀が大体7世紀の後半ぐらいから、うん、ちょうど8世紀の前半710年20年とか、うん、ここに完成するんですよね。あそうか、スサノオっていうのは大体西暦120年ぐらいなんですよ。西暦西暦で言うと120年後。ああそうなんだ、じゃあ2000年ぐらい前の人なんだ、人というか。そうらしいですよね。あそう、割と若いね。割と最近で、だからヨーロッパとか中国とかだったら、うん、全然歴史に残ってるというか、うん、全然古代じゃない。なんならもう実在する人物だよね。だってキリストよりも後だもんね。日本の場合、キリストより後ですから、ね、うん、全然だから残ってていいわけですよ、ね、うん、そうなれば、うん、日本の場合文字がなかったんで、あ割と闇に一応それ神様じゃ、うん、なわけでしょ、ね、スサノオの御事だもんね。もう日本の一番最初の、うん、英雄というか。でももう天皇はいたわけだもんね、天皇もっと前からいるもんね。いやいないっすね。あれでも、西暦よりも前に、ね、後期2000何年じゃないか。後期はあれはちょっと間違って紀元前660年をやってるんですけど、神武天皇はそれ241年なんですね。なんか計算が合いませんよね、そうなるとかね。だいぶ持ってるんですよ。持ってるよね。だからそのまあ一応日本国っていうのは一応世界で一番古い王朝がいまだにあるっていうような感じだけど、まあ、だいぶ怪しくなってくるってことですね。神武天皇それでも241年、まあ、それでもそこからずっと続いてるとするならば一番長いっちゃ長いっていう。神武天皇っていうのは先ほど言った右早姫の娘さんのところに婿養子に来たっていう関係なんですね、うん、ああそうなの。どっから？宮
出してるから今の県で言うと、今の都道府県で言われるとちょっとなんかリアルな感じがしてしまうんだけど。で、あとリーハーギも当時は、元石さんって言われてたんですけど、年ですね、年。島根県で生まれて、2人してこの社長が50歳で、1170年ぐらいの頃に出雲から九州に攻め込むわけです。ああ。席巻するんですよね。ああ、そう。卑弥呼出てくるわけですね。あ、もうここで神様じゃない人が出てきた、来ましたね、このとね。卑弥呼が西暦150年頃生まれるんです。で、大体100歳近くまで来てる。ああ、じゃあ、邪馬台国っていうのは結局どこにあったんかね。邪馬台国は最初、卑弥呼っていうのは、なんか九州説とか。その50歳くらい、キノコ形がユージーンとアイリーンとそれさっき話した水俣の話だよ。その水俣大国だから、草野が出雲から、九州に来て、その時にですよね。でもスサノオノミコトっていうのは結局神様なのか人間なのか。神様でしょ、人間なの。はい、じゃあもともと人間ですよね。もともと人間だよね。だって卑弥呼と会ったとされる。だからアレキサンダーとか、チンギスハーンとか、の日本でいうところのスサノオですよね。その時代。一応神様とされてるけど、実在した人物かも。それまで神様は基本的に実在した人物ですからね。まあまあ、そうか。そうでなかったらこんなに内神様祖先を祀るっていうところが元になってるんで、まあ、そういうのやり始めた最初はもうその三皇から。それ以前の縄文人の始めの頃っていうの人にはまだこういうことやる習慣があった。だからもともと偉大な人を神格化するっていうことだよね。そうです。それまでは自然信仰みたいなのがメインでやったところを、実際に生きてた人を祀るっていうことをやり始めたのがちょうどその頃なんですね。なるほど。まあ、確かに神社もね、結局もともと人間だった人を祀って神社にしてるのもそうだもんね。まあまあ明治神宮しかりそうだしさ、まあ靖国神社しかり、そうだね。靖国もそうです。そうだよね。だからやっぱり神様になるわけですよね、みんなね。結局そうなんですよ。人間なんですよね。人間なんだね。亡くなった人が神様になる。そうか。じゃあまあこう実際こう行ってみたちょっと感想を聞いてみたいんだけど、どうでしたこれ。伊勢神宮行ってきて、でもあれでしょ、ルートがあったでしょ。ルートなんかちょっとなんかなんだろう、旅路の、伊勢にたどり着くまでがなかなか楽しかった。ああ、なるほど。ちょっと順を追ってちょっと話聞こうか、じゃあ。でも普通やっぱりさ、その伊勢神宮を一直線目指すんだったら、なんかもう、新幹線で行って、現地で、レンタカーとか、まあ、なんなら家からずっと車で行っちゃうとか、なんか一直線に目指すイメージなんだけど、久留米市の場合は違ったわけですよね。自分はその豊橋に乗るんですね、新幹線。愛知県か。愛知県の豊橋。そこからレンタカーを借りて、渥美半島、愛知県ってこう半島が、知多半島が
左にある。ああ、ちたはずだね。あの、ちたっていうウイスキーはいいウイスキーだな。ちた、そうっす。まあいいや。自分は渥美半島の方ですね。うん。そこをガーッとこの先端まで行くとですね、うん、イラゴっていうところに来て、うん、そこからフェリーが出てるんですよね。そっからフェリーなんだね。そっから、はい、うん、愛知県のそっからこうフェリーに乗り込んで、うん、すごいな。伊勢湾台風来てたんですよ、ね、伊勢湾台風台風、あ、そう、先日の台風14号ですね、まさに。あ、そうです、その3連休とか、フェリーに乗ると島は結構見えるんですね、うん、最初に見えるのは神島っていう島がある。神島、神様の島。はあ、いきなりそんな神々しい島がある、うん、いきなりそう、うん、これあの三島由紀夫の潮騒。あ、潮騒ってあるね、あのこの日を飛び越えてきなさいのあれでしょ、あの焚き火を飛び越える。そうそうそう、この日を飛び越えてきなさいのってアマちゃんのやつ、アマちゃんでもあったね。まさにアマさんもなんかもうそうだったんですけど、うんうん、その神島があって、うん、さらに行くとですね、うん、2つ左右の島があって、うん、それが菅島っていうのと東志島っていうのがいいんですよ。何、うん、この菅島の菅っていうのが、うん、出雲にあったこの佐野の、その本拠地としてところが菅っていうんですよ。あ、そう。で、東志島の都市っていうのが大都市の都市ですね。うん。佐野の子供の、うん、大和の子だって最初の、うん、もうそんな繋がりもあったりして。おー、そっかそっか、そういうのを、そういうのを横目に見やりながら行くっていうのもまたおつなわけですね。見やりながら鳥羽に行くんですよ。あー、やっぱりさ、そう、神話の中心ってさ、西日本だから暑いよな。いいな。いやー、いいっすね。あのさ、我々っていうのは本当に関東地方に生まれ落ちて、関東地方で育ち、関東地方で今暮らしてるから、そういった西日本のそういったここが聖地巡礼のあれだっていうのがもう全然ないじゃん。そう、ただその氷川神社とかもそうですし、まあね、自分は神奈川県佐賀の国なので、三河神社とかもそうです。基本的にはその大和の右林の、うちの時代にその子孫が国の宮津子として派遣されて、それでこう神社とかもその派遣された先で建てたりするので、うん、結局つながってるんですよね。まあね、まあその、ただそのやっぱりこの、ここに住んでたとかなんかそういったこう言われがあって、ここがっていうこうね、ここでこういうことがあったのかみたいなのがやっぱ西日本に多いから、やっぱいいなって思う。そうですね。ね、うん、神奈川県だと大和たける。ああ。大和たける。山。横須賀あたりかな。ああ。千葉県。あの、渡るんですよ。びっくりマンの大和王子ですね。大和人帝、大和爆心ですね。ありました、ね、ありました、ありました。髪型が。あ、髪型が、そうそうそう、あの、あれですね。なんだっけ、あの、卑弥呼様っていう人、なんだっけ、あの人。まあ、あれですね。あれ、うん、まあまあ、東日本にもあるっちゃある。ああ、そう、ある、まあね、そうですね。なるほど、それで、フェリーに乗って、そうやって、島を。フェリーで鳥羽に。見やりながら鳥羽について、うん、でその伊勢神宮行く前にですね、ちょっと、うん、伊勢の別宮と言われる、うん、島の国の一宮、伊沢の宮っていう、あ、伊沢の宮ね、ああ、でして、いや、ここがめちゃくちゃ良かったんです。あ、そう、それはどういう感じで神々しい、なんかどういうこと、すごい神々しい。ああ、やっぱパワースポットなんですかね。もうそうですね、パワースポットなんでしょうね。あ、めちゃくちゃビンビン来ると思います。ビンビン来る。割となんかそんなに大きいところじゃないんですよ。
あの沖縄のセーファーウタキとか行くとすっごいビンビン来るけど、そういう感じなのかな、やっぱね。ああ、多分そういう感じだと思います。なるほど。やっぱすごいんだな、やっぱ神社ってすごいんだな、やっぱ本当に神様いるんだな。なんかそう思っちゃいます。やっぱこう日本っていうのはさ、多神教の国だからさ、いろんな神様がいてさ、いろんなこの言われがあって、そういったところでもって、まあ神様同士で覇権争いもあるだろうし、そういったのってなんかあれだな、あのやっぱりこう日本人の価値観に非常に寄与してるところってあるよね、やっぱね。そうですね、やっぱ多神教っていうのもそうですよね、だから本当万物に神様が宿っているわけで、だからまあ八幡様っていう概念もあるわけで、まあでも八幡様もともとヤハウェだからねって言いますよね、って言うよね、だから、ヤハタがヤハウェになってるっていうね、で八幡だっていうことね、まあまあすごい、やっぱそういった神様のこの伝承っていうのもつながってきてるっていうの、世界中でね。やっぱあの女神転生とかの話になってくるんだけど、その女神転生とかでもさ、そういうやっぱこうなんです、 対立があって、その、まあ、打点に落とされたことによって、神様こっちでは神様なんだけど、こっちでは悪魔になっているみたいな、そういうのあるやっぱね。だからそれぞれにこういった価値観とか、そういった譲れないものがあって、あの神様は向こうでは神様だけど、こっちとしては悪魔として捉えられているみたいなって結構あるよね。そのなんかまさに、あれですね、日本書紀とか古事記とか、えらい書かれようになってます。えらい書かれよう。その辺が右半身に立って抹殺されてるんですよ。なあ。抹消されてる。抹消されてる。なるほど。なんか、右半身の直系の子孫も権力持ってる感じの人もいたわけですよ、当時。ああ、まあそういうことだよ。だからあれだよね、やっぱりその蘇我氏とかさ、ね、はい、本当蘇我ね、蘇我のいるかとかね。小野部氏っていうのがまさに右半身の直系の子孫なんですよね。なんでこの藤原の不死との時代に日本書紀完成するんですけど。藤原氏からすると右半身が子孫になってしまうと、自分のライバルと大野部氏が力を伸ばしてしまうので、あ、もうよろしくない、よろしくないと、事情があるんですすごいな。やっぱそういったのがあって、歴史っていうのは改ざんされて、自分の都合のいいようにねじ曲げられて、で神話っていうのもそういう風になって、こう再編纂されて、まあ言ったり神話にされちゃったわけですね、事実が。そういうことだね。ヤマタノオロチ倒すみたいな、なんかそんな話になっちゃう。ヤマタノオロチも、まああれはでっけえ川だっていう話になるね。そういうでっけえ川だっていう話説もあるし、豪族をやっつけたっていうことが大和の後ろになぞらえてるっていうことだっていうね。いつもの国の不動機にはないんですよ、その具体が。スタノの話自体がほとんどない。だからもう出雲ってさ、もうさ、神奈月が神有月になった時に特殊すぎるよね。その、まあ、出雲がまさに今日スタートなんだけど、そうね、自分のライバルにするつもりなんでしょう。そこはもう、ああ、なるほど。自分が本当の歴史を書くことは。そっか、だから神話とこの史実が入り混じってるところにロマンを感じるよね。そうなんですよ。だから西暦も本当、2世紀とか時代の話だから。世界的に見れば別に神話にするようなほんと古い世界ないけど、いかんせん文字がなかったんで、ちゃんと残らなかったんで、
初めてこう文字で歴史を正式に記すっていうことになった時に、うん、うまいこと、そうだね、やられてしまったね、そういうことだよね、都合のいいようにされてるっていうのがあるよね、そっか、その伊沢の宮っていうところがおそらく、うん、右林の直系の子孫がもともといて、うん、それがお祭りしている、うん、ところであろうという、まあ、そういう、あ、なるほど、めっちゃ見て、めちゃめちゃ見て歩いてるな、うん、なんかこう順番的な下空内空っていう風になんかがしっかり言われてますよね、お参りする順番としては、はあはあ、なんで自分も先に下空に行って、うん、じゃあそれから内空と、あの、そうですね、いきなり大上級いっちゃいけないわけですね下空はその豊受けの海からですね、うん、豊、豊っていうのが卑弥呼の後山西国を受け継いだのが豊っていうからですよね、うん、なるほどね、出ました、サルタヒコ、サルタヒコ、うん、でそのサルタヒコと、うん、一木島姫っていう、うん、一木島、一木島の秋の宮島の、うん、一木島姫ですね、これがスタンドとアマテラス、ね、うん、の間に三人女の子が生まれた、うん、三女、うん、一木島姫と、そのサルタヒコ、サルタヒコの間に生まれたのがトヨ。サルタヒコっつうのは警察の始祖って言われてるよね。警察ですか。うん、そうそうそう、なんかそういった言われがあって、そういうまあ要するにそういった何だろうか、警察機構というかそういったもののまあ一応元締めの神様っていうのがサルタヒコっていうふうにされているとよく記憶してるんだけど、あ、そうなんですか、うん、そう、まあそうさ、まあサルタヒココーヒーってありますよねコーヒー、サルタヒコさん今そうですよ、コーヒーですよね九州北部ぐらいに勢力を持ってたんだけど、その後出雲に戻って、そこからまた日本海、うん、ここからこの琵琶湖を下って、うん、亀山とか鈴鹿とか、ほう、ほう、最後晩年を迎えて、うん、その子孫がいたんで、うん、あはあ、なるほどね。そのアマテラス自体は伊勢には何の縁も深いもない。ああ、そのままそういうことなんだね。結局方々を巡ってやっと伊勢に落ち着けた、落ち着いたと。あ、はあ。で、それでまあ旅行の行程的にはまあ伊勢、フェリーで鳥羽に降り立ってからそうやって行って、で、伊勢神宮に到達したわけですか。そうなんですよね。ああ、うんうんうん。その間何日か経ってるんですか。すげえな。ロードムービーです。天の岩戸にも行ったりとかして。ああ、天の岩戸も行った。天の岩戸は。天の岩戸はまあ天照が隠れて。うん。真っ暗になったけど、そこからまた出てきてみたいな、雨のうずめが踊ったことによって、
ね、賑やかだなって出てきたのがそこだよね。あの雨の。一般的なサルタヒコの奥さんっていうと雨の娘。うん。まあ、そうなんです。その前に、うん、一色島姫と、うん、サルタヒコモテモテですね。まあ、雨の娘はそういったところから、芸能の神様になってるよね。あ、そうですね。うん、なるほどね。面白い。で、伊勢神宮初めて行ってみてどうでした？下君ですね、誘ったの。うん、下空の雰囲気は伊沢の宮とちょっと通じる感じは。うん、これこれ本当に神社をずっととにかく神社を、回り何日もかけて回って回って、あのご家族はどうだったんですか？パワーをいただいて、こう何の問題もないんです。ああ、いいですね。子供ですよね。これは地獄でしょうね。伊沢宮の後もサビ長神社とか、うん、他にも行ったりとかして、うん、もう下空に来る頃には、うん、また神社。いやいやいや、そうでしょうよ。だって彼らにはさ、全部同じに見えるわけですよ。バチバチだ。いや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 、もう全部だってもうさ、作法も全部一緒し、全部一緒じゃん、もうって思うじゃん、そりゃ。結構大変でしたね。だからさ、そうなんですよ、あのアイドルがみんな同じ顔に見えるけど、好きな人にとっては何言ってんだ、全員違う顔だろって言ってんだって話。神社知らん、もう興味がない人にとってはもう全部一緒やんけって思うんだけど、好きな人にとっては何言ってんだよ、何バチャタイだってなるわけでしょ。下空は本当行くまでがなかなか大変だったんですけど、内空になると一度こう宇治橋っていうところに渡って ある程度進んだ状態からやっぱりトイレ行きたいね。やっぱりトイレ行きたい。また戻る。いや、子供といるとそういうことになるんですよね。また戻ってから出るんですけど。いやー、すごいな。いや、もうサマルトリアの王子ですね。もうね。そうっすか。まあね、こう一連の話してもう30分以上経ってしまったんですけど、どう、そろそろ総括に行きたいんですけど、どういう旅でしたかね、これ。やっぱりこう行ってみて、内宮を正殿制でお参りすると、そのままこう道なりにあるんですよ、巡礼の神社に行くとすぐにこうまた荒祭の宮っていうところ。あ、これ今写真に画面に出ています。別宮荒祭の宮ってあります、ありますね、はい。この荒祭の宮っていうのは、内宮だと、もともとこの荒祭の宮っていうのは、うん、内宮の内宮っていうところが、本来の、うん、ここで、うん、ここにお祭りされていたのが、実は右はやりで、ここから三輪山の妖怪するところだというような話があるんですよ。へ、三輪山は大物だし、大和の最初の右はやりをお祭りしているところなんですけど、なんかもう前編にわたって白が出てきちゃうんだけど、気持ち的に。白なんですね。白なんですね。まうん、前編にわたって。琥珀寿司。うん。なんか実際に行くと、なんか確かに、そうなんだろうなっていう感じが。すげえな。いやー、まあ、行った人しかわからないスピリチュアルな体験ですよね、そういうのってね。で、まあまあ、そのバックボーンを知ってるからっていうのもあるんだろうけどね。
あ、まあまあそうですよね、うん、知らずにたら絶対分かんないけど、知ってたら、ああここがかっていうのは、俺もあのイタリア あの ローマに行った時に、あの元老院行った時に、あのやっぱりあのあれだもん、ブルータスいたもんね。ああやっぱりね、元老院跡って言った時に、えブルータスいるじゃんって思う、やっぱ思ったもんね、やっぱね。あお前もかーってなったもんね、やっぱね。まあそういうとこですよ。そうですね、うん、そうですか。あまあだから結構そうやったなんていうか、まあ我々になかなか馴染みのない、地域であった神話みたいのを、これを わざわざ行くことによって、こう全身で浴びてきたっていうことですもんね。ちなみにあれなんですか、最初に出てきてみたいな、うん、そういうのって実際にこう日本書紀よりも古い時代からある神社もあれば、うん、分かんないじゃないかっていう調べた人もいて、うん、原田常司さんって人なんですけどすげえな、うん、その人の古代日本政治ってものがあって、うん、これに触発されたクリエイターがいてですね、ほう、その名も安彦義和さん。おっ、安彦義和さん出ましたね。ガンダムの、キャラクターデザインと、あれですね。安彦さんが、漫画家としてデビューしたきっかけっていうのが、うん、その原田常司さん、古代日本製紙を漫画にしたいっていうので、はあ、その名主っていう大国主を主人公にした漫画。大国主ね、あ、大国主好きですね。安彦さんが漫画家デビューしたきっかけがそこ。大国主は国つかみだから、もともと土着の神様だよね。大国主はその房の婿養子ですね。婿養子か、娘さんのところに来たか、結構さっきの右半身は、うん、割とこの初期以降、うん、うん、モーナムチって言うんですけど、うん、モーナムチと同人であるみたいな感じで、うん、消されたんですよね。オーナムチはまああれだよね、でっけえヘビだよね。そうですね、うん、もうそこを一緒にされちゃったっていう。ああそう、結構神様も自体は、うん、いわゆる婿養子に来てるんで、うん、後ろ段の人にとっては、うん、取るのに足らないじゃないですか、うんうんうん、特に影響はないんで、うん、もうそこを持ち上げてきたみたいな。なるほどね。いや、なんかもうそういったなんかそのサイドストーリーとか、なんかもうそういったのを含めちゃうと、もう無限に話が広がってっちゃうよね、やっぱり。これめちゃくちゃ話広がる。だからその神話体系っていうのはこういったことを言うんだなって思いますよね。ああ、そうっすね、うん、だからその主軸があって、そこにスピンオフがあって、そういったところをこう中二病的なノリで描いていって、いいキャラクターでやってったら絶対神話も面白くキャッチーにいけるんだろうなって絶対思うよね。だ結局ね、日本の神様、まあ世界中の神様そうなんだけど、人間臭いんですよ。結局もともと人間だからだから、そういった神話体系っていうのをこうキャラクター付けて、今で言うと本当に萌えキャラじゃないけど、そういったもんでうまいことをやってったら、みんな神話に詳しくなるんじゃないかなって思うわけですよ。でメディア化してったらね。そうっすね、本当に声優陣も売れっ子で固めてだからさ、それをうまいことこの間までやってたのが、その平家物語とか犬王とかなわけですよ。ね、だからああいう、こういうああいう試みをこの神話でやったらいいなって思いますよね。なんで安彦さんに
やってます、ね、いや、もうやってるけど、まあ、スイコさんはガンダム、ガンダムのイメージが強くて。ガンダムですかね。え、だって、ククルスドアで監督、監督やってる、うん。ジムっていうのも書いてます。あ、ジムっていうのの話も書いてんだ。スイコさんは書いてます。ああ、書いてんだね。そうか。やっぱこう、売り出し方がちょっと地味なのかな、わかんないけどね。だから、なんかもう割と後半にやっちゃうから結構売れないのであって、もうなんかバーンとこうキャッチーになんかもうだいぶあれを加えてね、アレンジ加えてキャラ付けしてやったら、ね、だから刀剣乱舞ってそういうことでしょ結局。ああ、まさにそうっすね。ああいう感じでやったらもう死因は今みんな若い子みんなバリ詳しくなるんじゃないかなと思いますけどそうそうそう、まあそんな、そんなまたじゃないですけど、うん、知られないよりも知られた方がいいな。まあそうですよ。だからあとちょっと、ま、入り口として、そう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 、だからある程度そのこれちょっとあの本当は違うんだけど、違うんだけどっていうか、もうこういうノリじゃないんだけどっていうところも割とこう大げさめにやったら楽しいなって思いますけどね、うん、そうですね。まあそんなこんなでお店周りの話でも40分以上話してしまったのでそうそう締めたいなと思いますが、どうですか、どうでしたこれ結局行ってみて。いやもう、うん、スケールが本当違うという、うん、あ、まずおみくじ売ってないですよね。あ、そういう感じじゃないんだね。そう、下空もない空も、あと伊沢の宮にもおみくじ売ってなかったっす。あ、そういうところじゃないんでって感じだね。硬派だね。最終日猿田彦神社に行ったんですけど、うん、そこでようやくおみくじ売ってました、ね、あれこれあれ結構有料なんですかこれ入るの。あ、いや無料っすね。あ、無料なんだ。無料さ、京都のさ、あの仏閣なんかはさね、あの有料のところがいっぱいあるんで、俺あの京都の平熱京都の平熱読んだんですけど、あのずっと京都に住んでるけど有料のところは京都に住んでる人も一回も行ったことないって言ってた、ね、毎日通勤通通勤通学、そう通勤通学で毎日毎日通ってるけど、何十年も通ってるけど一回も入ったことがないって言ってた、ね出し出し言ってたんですよ。そうそうですね、京都の平日面白かったですね平成京都の平熱面白かったですね。いや、好きっすね。面白いっすね。猿田彦神社で、うん、最終日自分、うん、コーネリアス T シャツ着に行ったんですよ。おお、そうなんですか、うん、小山田圭吾好きなんで、うん、おみくじ引いたらですね、うん、降り続く日陰悩みし山田に嬉しく注ぐ夕立の雨。え、何これ、何それ、めっちゃ髪がかってるじゃん、ね、うん、あ、子供が引いたんですよ。うん、え、めちゃくちゃいいね、それすごいな、それ育児に結んでいくんですけど、うん、ちょっともらってきました。いやー、これはすごいね。つい先日メタファイブのラストアルバム出ましたけど、買いました。あー、そうですね、買いました。いやー、メタファイブのラストアルバム良かったですね。あのブルーレイついててね、まあ、ウィンターライブの内容なんですけどね、まあ、もういや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 、もうね、幸宏さん結局体調回復した高橋幸宏、感謝祭は本人不在でやるっていうことなんで、ちょっとあれですけど、で話全然逸れてますけどまあまあでもしょうがない、もうちょっとこれもう全然伸びちゃうから話がっていうことで収集がつかないんですけど、まあとりあえずそのお伊勢参り良かったよってことですね。みんなお伊勢参りフェリーでとかレンタカーでなんかもうややこしいルートでみんな行こうっていうことで。まさにその通りということで、今日は久留米市とお伊勢参りと日本神話と日本芸能界の成り立ちとなんかようわからんいろんなことを混ぜて、雑談的に話してまいりました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。あ、楽しかった。